岡部元信を討って高天神城を落とした信長と家康は、武田家の本拠がある甲斐へ。乱世の断り壊して、安家、信長様を守ります。先の戦で武田の将は勝頼に失望したはずだ。敵の寝返りを誘いつつ勝頼を追い詰めるぞ。まずは眼前の敵兵を圧倒し戦意を削ぐのだ。こたびは私も前線に立って戦う。カズマス、本陣の守りは頼んだぞ。お任せを。十分だ。これで我らに寝返る者も出てくる。もはや武田に味方したとて先はない。我らが神父城へ案内いたそう。開門同志です。まずは木曽が寝返った。城への道は開けた。一息に陥落せしめよ。小口を抜かれただと。騎馬隊を出せ。敵の進軍を止めるのだ。武田自慢の騎馬隊か。いるなら来やがれ。俺らがまるっと潰しやるぜ。何人たりとも城には入らせるものか。勝頼様、この城を捨てお逃げください。武田の命脈を保つため。何とぞ。分かった。私は信繁の元へ向かう。皆の武運を祈る。勝頼が逃げたぞ。別動隊、急ぎ勝頼を追うのだ。周りの砦を落とし城を孤立させよ。味方ヶ原では散々な目に遭わされた。今となってもう俺たちの敵じゃねえな。討ち死に。任せておけ。山田の兄弟が敗れたか。ならば私が出るほかあるまい。開門。
が父信玄より継ぎし勝負の魂にかけて貴様らを撃つ。かかってこい。よし、これで白組に注力できよう。激しく攻め立てよ。よすけ撃ち死に。撃ち死に。撃ち死に。まもなく城を落とせよ。攻め手をさらに厳しくせよ。開門。すでに俺はこの城を死に場所に定めてある。さあどれだけ道連れにできようか。早くも敵に見つかったか。だが何としても信繁のもとへたどり着かねば。勝頼を逃がしてはならぬ。この一戦で武田を根絶やしにするのだ。敗北条件変更。武田は決して滅びぬ。勝頼様、あとは頼みましたぞ。討ち死に。敗走。神父城は落ちた。あとは勝頼さえ撃てば武田は終わる。みんなやるぞ。敵の追撃を打ち払い勝頼様をお守りするのだ。開門。いけませんね。我らの進軍を邪魔する者に容赦はいらん。撫で斬りにせよ。勝頼様のため少しでも時を稼がねば。別動隊は織田勢の本陣を襲え。何、敵襲だと。武田勢にまだそれほどの余力があろうと。はい、そう。ごめんなさい。ここまで来ればもうすぐだ。信繁のもとにさえたどり着けば。平門。開門。道は開けて急ぎ山中を進み勝頼を撃て。味方本陣を落とされては戦にならん。早々に敵を始末しろ。来た。今だ。うっ、心得。出てるぞ。これが敵勢を退ける最後の機会と心得よ。開門。やはり伏兵がいい。ひるまず迎え撃て。城を捨て逃げ出した勝頼に何ができる。潮時だ。信長殿に降伏を申し入れよう。穴山も寝返ってきた。奴は何かに使えそうだ。小一門の穴山殿まで猛打に下ったのか。これでは勝頼様を救うことなど。開門。あとは勝頼を撃つな。進め。ヤスケ出ます。信繁、ここを開けてくれ。勝頼様、私も敵側に下ると決めました。はや尽きたのです。信繁。
お前まで私を見捨てるのか。勝頼様も武田も俺たちが守り抜く。命に代えても勝頼様の活路を開くぞ。人で斧が決断に命を落としている。受けるわけにはいかぬ。俺の役目を全うせねば。逃がさん。本陣はわしが死守する。父上、やはり私では武田を守り抜けませんでした。討ち死に。武田との長い戦いがようやく終わったのですね。武田家は古き乱世の象徴。もっと早く滅ぼすべきだったかもしれんな。武田家が滅んだことで甲斐はもとより